天地盛大その第60回第12章帰郷その9続きから。トールは口をつぐんだ。ナオは宇佐野家の娘であり俺の妹だと又十郎は言った。たとえ杉浦が俺の友達でもナオのことで文句を言われたり非難されたりする理由はない。口が過ぎるぞ。私は非難などはしません。事実を言っているんです。トールは悲しげに又十郎を見、心を込めた口ぶりで言った。繰り返すようだが巡り合わせが不幸だったのでしょう。あなた方に責任があるとは言いませんけれども、あの人は二度も心に染まぬ縁談を強いられ、俺は強いはしない。同じことです。中村藩では親の決めた縁談を拒むことはできません。武家の多くはそうでしょうが、この藩では御家法によって禁じられています。だからあの人は家出をされた。今ではあなたもあの人が正しかったと言われるが、あの人がもし祝言をしていたら作田の場合と同じ結果になったでしょう。家庭で人の判断もするな。今中上がどうしているか知っていますか？そんなことを知る必要はない。彼はあの人に対する未練で、あの人を探し出すため乞食になって街道をうろついていますよ。その罪はナオにもあるとも言えるぞ。何ですって？人間は心に受けた痛手によって変わることもある、と又十郎が言った。もしナオが結婚していたら、登録もあんな風に変わらずに済んだかもしれない。そう考えることもできるぞ。宇佐野さんは？トールは口ごもって首を振り、深いため息をしてから続けた。よろしい。あなたの言う通りだとしましょう。だが婚約を破られたのに、その相手を思い切ることができず、侍の誇りも捨てて乞食にまで落ちぶれる。そんなものをあなたは弁護なさるんですか？弁護はしない。俺はただ条理を言ったまでだ。私を言い伏せるためにですか？トールは自分を抑えながら言った。それなら、あなたには造作もないことです。私は宇佐野さんに言い勝とうとは思いもしませんし、もし言い過ぎがあったら謝ります。しかし、ナオさんのことだけは真剣に、面目などにこだわらずに考えてください。ダメだ。ナオをめとるなどということは許さない。又十郎は冷淡に言った。ナオ自身、その製薬所にいることを望むのだろう。あれに近づくことは断じて許さない。いいでしょう。トールは唇を噛んだ。ご意見はわかりました。この話はなかったことにしてください。もう一つ。どうしても中村には残らないのか。そのことはもう言いました。思い返さないかと聞くんだ。又十郎の調子は皮肉になった。今、杉浦は侍の誇りを捨てたと言って中上を非難した。それなら自分も侍の誇りを持つべきではないか。あなたに伺いますが、あなたは自分の考えだけが正しいと思い、それを人に押し付けようとしていることをご存知ですか？俺が押し付けているか？そうでなければ幸いです。とトールは言った。私は江戸へ戻ることに侍の良心と誇りを持っているのですから。宇佐野又十郎とは喧嘩別れのような形になった。江戸で想像していたよりも故郷の空気はもっと険悪で、切迫したもののように思えたし、破局が避けられているのは左右の対立がほぼ均衡を保っているというわずかな理由によると考えるほかはなかった。トールは両派とも接触することを避けた。矢立組から会いたいと言ってきたし、上位派の岩崎義高らにも面会を求められた。義高は上左衛門の長男で辻の兄、つまり徹には義兄にあたるわけだが、どちらも断って会わなかった。西堀とはしばしば一緒に歩いた。久米之助は砂漠派というより
むしろ保守派という程度で、王政復古がそうたやすく実現するとは考えないが、時代はその方向に動いているし、人間の力で時代の勢いを防ぐことはできない。その時が来たらその時の運命に従おうと思っているような口ぶりであった。人間は決して同じところにとどまってはいない。絶えず前へ前へと進歩している、とある時西堀は言った。しかしそれには目的意識があるのだろうか。人間全体をひっくるめて何かの目的意識があるのか、それとも人知を超越した何かの力に支配されているのだろうか。その時トールは黙っていた。西堀も強いて彼の意見を聞こうとはしなかった。父とは三度話し合った。三度目に父は涙をこぼした。薬湯で咳を抑えながら怒りを隠して説得する父の様子は見ていられないくらいだったが、トールもまた辛抱強く自分を守り通した。ではやむを得ないと父はついに折れた。約束だから三年待とう。その代わり辻を連れて行け。トールは拒んだ。江戸は生活費がかさむこと、これまでも水谷元臣の助力を受けてきたし、今後もそれなしにはやって行けないこと、学問に専念するためには家庭は重荷になる上、元臣にこれ以上の援助は受けられないことなどを挙げて拒絶した。父の顔に絶望の色が現れるのを見ながら、トールは少しもひるまなかった。離別の話はできない。それだけは諦めた。さすがに父をそれ以上苦しめる勇気はなかったのである。この間に母から家計の窮乏を告げられた。留学の入費は元臣の援助によっていたが、細かい雑費ぐらいは母から送ってきた。それが今後はできそうもないというのである。それは構いません。トールは平静を装いながら母に答えた。これからはもっと倹約しますし、足りない分は自分で何とかします。何、江戸なら小遣いを稼ぐくらいのことはできますよ。母は声を潜めて聞いた。辻さんをどうします？その話は後のことです。もう17になりますよ。自分ではもう感づいているようですから、とトールは答えた。江戸から手紙ででも事情を知らせましょう。勝手すぎるかもしれないが、多分分かってくれると思います。あなたは強くおなりだ、と母は言った。あなたが強くおなりだろうということは私には分かっていました。こちらのことは心配せずにお立ちなさい。母にできるだけのことはしてあげますよ。第13章花火の海。おせんは食器を拭いていた。そこは三つ帽ばかりの板場で、一方は店へ通じる土間、料理をする板の間の後ろが障子で、障子の奥に居間と小部屋が二つある。店と反対側に戸口があって、その外は空き地になり、一丁ほど隔てて週刊弁天の森が見える。流し場の脇に大きな水がめが二つあり、レンジ窓の外は横丁で、中田という料理茶屋の高い黒兵衛がこっちを圧倒するように立っていた。神奈川奉行からの触れで、すべての営業は暮れ六つ限りとなっていた。天地盛大。その第60回第13章花火の海。その1、途中まで。この続きはまた次回。